ビドヤ・デビバンダリビドヤ・デビバンダリは、ネパールの女性運動家、政治家。2015年に、ネパール連邦民主共和国大統領に就任した。英語表記では、バイドヤ・デビボンドリなど。1961年、ネパール王国東部の古ュ県ボジプール郡にある村にビドヤ・パンデーという名で、誕生する。1970年代末の学生時代から、政治運動に加わり、 1980年にネパール共産党マルクス・レーニン主義派に入党した。1981年後にネパール共産党統一マルクス・レーニン主義派初期長となるマダンクマール・バンダリと結婚する。結婚後は政治から遠ざかっていたが、1993年に夫がチトアン軍での不審な交通事故で死亡したことをきっかけに政界に復帰。 1994年のネパール総選挙では、首都カトマンズの選挙区から立候補し、ネパール会議派の党首で、元、首相のクリシュナ・プラサード・バッタライを破り当選する。2009年から、統一共産党の副議長となり、また、同年5月29日から2011年2月6日まで、マーダブクマールネパール内閣において、国防省を務めた。2015年10月28日、 ネパール政権議会による第二大大統領選挙が実施された。549の投票のうちバンダリの得票数は327、対立候補だったネパール会議派のクルバハドゥール・グルングの票数は214、無効票は8という結果になり、バンダリが当選した。翌日の10月29日に就任し、ネパール初の女性大統領となった。 ネパールでは2015年9月20日、2008年の王政廃止から7年目にして、新憲法が交付されており、憲法には、会議員の3分の1は、女性が占めることや大統領を儀礼的な国家元首と、し、大統領、副大統領のいずれか一方は、女性とすることが規定されていた。初代大統領のラムバラニアダブは7年間、その地位に止まっていたが、 2015年の新憲法では、大統領の任期は5年と定められている。バンダリの大統領就任に前後して、2015年9月12日には、統一共産党議長の門がプラサード、シャルマオーリが首相になり、同年10月31日にはネパール、人民解放軍の司令官、ナンダキショールプンが副大統領に就任している。2018年3月13日の、 大統領選挙で、くまりラクス未来を破り再選。2019年10月21日に、迎賓館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い、翌22日の即位礼正殿の議に参列した。ありがとうございます。